こんにちは、富澤です。今日は海外での体操系 YouTuber について紹介していこうと思います。もうね、日本には本当にすごいシラックスさんとか、あともっとね、元オリンピック代表とか、そういったすごい方々が最近 YouTube の方来てると思います。で、今日自分が紹介したいのは、その海外系のね、結構英語とかで結構探すのが大変だったりするような YouTuber、 自分が結構その見ながら体操の教え方だったりやり方だったりとか、いろいろいい感じで学べるなっていう、すごいいろいろ学ばせてもらっている海外系の YouTuber やってる人たちについて今日紹介できたらいいなって思います。やっぱり海外のね、練習方法だったりとか、また日本と違いった感じでやっているので、本当そういうのを見るのがすごい新鮮です。でね、自分もいろいろ海外の方で体操を教えてて、そういった動画を見ながらね、いろいろ学ばせてもらったので、そういった感じで、まあ、役に立てるような動画を紹介できたらいいなと思ってます。はい。で、まず、最初、この方です。これはまあ、名前というか、もう、ただただ、あれですね、W なんちゃらなんちゃらって感じなんですけど、多分この方はイギリスの方です。ウィリアムなんちゃらさんっていう方だったと思います。あんまりね、よくはわからないんですけど、ね、この方は本当にイギリスの中でもトップレベルの体操クラブでコーチをしていて、で、彼が教えてた選手が今のイギリスの代表とかに入ってたりします。なのでね、この動画がすごい古い、10年前とかの動画になってるんですけど、そこに出てくるちっちゃい子の中で、こういった去年平行棒で優勝した、こういった選手とかも入ってます。で、自分はこの人からすごいいろいろ教わったのが、結構ね、平行棒の教え方、車輪だったり、棒下だったり、ツイスト、ディアミノフ、そういったすごい基礎なんですけど、ちょっと上のレベルの基礎の教え方であったり、あとはね、釣り輪のスイングっていった本当に自分が教えるので苦労したような技を解説してくれてます。で、これ英語で結構解説しちゃってるんですけど、体操でいいところといえば、結構ね、練習の仕方を見るだけでも、理解できると思うので、そういった感じでね、動画を見ていただいて、あ、なんか、こういう練習方法あるんだなっていうの、で、結構ね、役に立つと思ってます。これが一番最初の自分の一押しの、体操系 YouTube の方です。で、二人目ですね、この方です。この方は結構女の子の、小さい女の子に対する練習方法だったりをアップしている方です。多分ヨーロッパ系の方なんじゃないかなって思ってます。で、基本的にはもう本当に小さい子なんで、基礎ですね。ケア外のやり方であったり、側転倒立、あとは前後開脚だったり、そういったところの本当に基礎のところを練習風景を撮って見せてくれます。なのでね、英語とかあんま関係なくて、サムネのところは英語なんですけど、実際見てみたら、これは跳馬をやっているやつなんだなって言って、見てもらえたら、もうただただ、その練習風景が流れるって感じなので、これはすごい、自分も小さい子たちだったり、基礎の練習を組み立てるときにね、毎回チェックして、こういった練習方法があるんだっていうのを学んでます。この人もすごいね、細かい指導の仕方をするような人なので、小さい子だったり、女の子を教えている人がいたら、結構いいと思います。で、3人目です。で、この3人目はさっき言ったウィリアムさんと同時期に YouTube 始めて、その人もイギリスに行った人なんですけど、ニック・ブラントンっていうこの方ですね。これは今カナダのアンダー15のナショナルヘッドコーチ。まあ、ジュニアの合宿とかして、教え方を先導するっていう感じの仕事を今している人です。で、この人もね、すごい強いジュニアを作った、まあ、ウィリアムさんと同じような感じの人なんですけど、この人も YouTube の動画あります。結構ユルチェンコとかね、いろいろやってます。この人はもう自分が動いてやるタイプなので、動画見てるとすごい面白いです。なんかこの腰にいろいろ巻いて、彼自身が走りながらバク転補助するとか、なんかいろいろやってます。で、この人の動画で、ちょっと見てもらいたいのが、中国のジュニアの規定の演技みたいな9分ぐらいのやつがあるんですよ。どうやって手に入れたかわかんないんですけど、一応下のリンクには貼ってあるんですけど、その規定のね、平行棒の投資が本当にすごいので、ぜひ見てもらいたいです。はい。で、この3つのね、3人の人たちが基本的に自分が体操
教えるときに、ね、行き詰まったり、あのやり方が分かんないときにチェックするような3人です。でもう一人ね、これとはまた別に、あの今選手でやってる方で、あのブログですかね、あのビデオを撮りながら、あのいろいろ歩き回るような、そういったことをやってる体操系 YouTuber の方がいるので、それを紹介したいと思います。この方ですね、ちょっとどういった感じで発音するか分かんないんですけど、あのオランダのすごい床の上手い選手です。多分一回世界選手権でも床の、あの種目別のファイナルの方に残ったと思います。でこの人は基本的にあの練習をあの実際にビデオで撮ってそれを紹介するような感じで、で彼自身もあのオランダの代表の方に入っているので、あのゾンダーランド選手のあの練習だったり、あと結構ね海外の試合に行く時も動画とかを撮っているので、そのまあ練習風景だったり、あの会場練習の仕方っていうのをすごいあの面白いなと思いながら見てます。で一回この人があのオーストラリアの試合に出た時に、あの内村航平選手もそこにいたらしくて、あの結構隠し撮りしてるとかそういうあの動画もあるんで、ちょっとぜひ確認してみてください。結構ね日本とはまた別のナショナルチームの雰囲気だったり、あのヨーロッパあたりなのでね、あのいろんなヨーロッパの中で陸続きなので、いろんなところ行きながら練習したりしてるのがすごい面白いです。なんであの英語とかあんま分かんなくても、結構見てるだけでなんか旅してる気分になって面白いかもしれません。はい、それではどうだったでしょうか。まあこんな感じでね、結構海外の方でも体操やりながらあの YouTuber としてやってる方が結構いると思います。結構有名どころだとあのナイル・ウィルソンとかね、またイギリスなんですけど、あの100万人の登録者いたりとかするので、そうですね、結構そういった感じで海外の方の体操系の YouTuber も見てもらえると結構面白いかもしれません。はい、それでは今日は最後まで見てくれてありがとうございました。 See you.